スティラコサウルスは、重生代後期白秋、カンパニアン期の北アメリカ大陸に生息していた、ツノリュウの属の一つ。スティラコサウルスは、全長約5.5メートル、体重2.7トンと推定されている。その頭骨はたくましく、尾骨に長大な角を備えている。そして、後頭部に大きな、棘状の四つのホーンレッドを有する、頭頂骨と臨場骨をいただく。 それぞれの保温レッドの長さは美角に迫るほどで50から5 5トルに達する。ホロタイプの美角は5 7トルある。ただしその角は不完全なもので他のスキラコサウルスやセントロサウルスのものに基づいて復元されたものであり、その長さの半分の部分でいくらカカーブしていたかもしれない。大きな美角と4つの保温レッドの他にも装飾のバリエーションがあった。 いくつかの個体は、フリルのような突起とフックをフリルの公園に有し、セントロサウルスのものと類似しているがそれよりも小さい。その他の個体ではあまり目立たない。ホロタイプのように、第三つい目の長いホーンレッドを持つものもある。それ以外の個体でははるかに小さい名残を有し、小さな突起が全てではないが一部の標本の側面に見られる。低いピラミッド型の上眼価格は、 幼体では存在するが、生体ではうねになっている。ほとんどのケラトプス類のように、スティラコサウルスはフリルに大きな開口部があり、口先には歯のないくちばしを持っている。復元図スティラコサウルスの巨体は、サイのそれに似ていた。種内競争において有用であった可能性のある、強靭な方をしていた。尾は、比較的短い。それぞれのつま先は、 角質で覆われた低鉄のようになっていた。スティラコサウルス及びケラトプス類は、体の真下に前足を伸ばした姿勢、または横に肘を広げた姿勢など、様々な前足の復元が一般に提案されている。最近の研究では、中間的な屈曲位置が最も可能性が高いと、されている。スティラコサウルスは、角流類の中でも、有数の派手なフリルを持つ。 尾角は一本だが、フリルには、長大なホーンレッドが三体、その下にも、小さなホーンレッドが多く突き出ており、ここから、トゲのあるトカゲ、または、キョバトカゲという意味の名前が付けられた。フリルを構成する骨格には、穴が開いており、重量を軽減している。角のある糞は、厚みがあり、極めて大きい尾光を持つが、その理由は不明である。全長5から7メートル。 体重は約3トンとケラトプス類としては小型であり、短い獅子とかさばった胴体、やや短い王を持っていた。他のセントロサウルス赤のメンバーと同様に、この恐竜はボーンベッドから発見されることがある。これは大きなグループの中で移動する群動物だった可能性を示唆する。オウム状のくちばしと水平な薄葉は、この動物が植物植生だったことを示す。 1913年にローレンスラムによって記載され、二つの種 S アルバートンシス及び S オベイタスが、この属に現在割り当てられていたが、2010年に見直されアンドリュー・マクドナルドらによって S オベイタスを新属ルベオサウルスとして独立させたため、現在は S アルバートンシス一種のみとされる。ありがとうございます。